皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。韓国メディアザファクトが主催する音楽受賞式、2024ザファクトミュージックアワーズ、TMA、6月8日、京セラドーム大阪、大阪市西区で行われ、上一が登場。2つの賞を受賞した。写真、サシハートを作るメンバーの白井は、2018年に韓国、新川で初開催。そして今回は、 ザ・ファクト創刊10周年を記念し、初となる海外開催となった。同日には j アンのほか、ITZY、ア s p a NewJeans、New AndTeam、ZYCARS And、k i s s o l i f e NCTWISH、ュ NCT、ユニスラが登場した。j アンは、アーティスト・オブ・ザ・イヤー、今年のアーティストと、ポピュラーリー・アワード、人気賞の2つの賞を受賞。ポピュラーリー・アワード、人気賞 は過去に BTS やスーパージュニアが受賞し、日本アーティストでは初の受賞となる。その後のステージでは、トリガー、ラブシーカー、テストドライブの3曲を披露し、会場を盛り上げた上腕。リーダーの与那城賞は、このような素敵な賞をいただけて本当に嬉しいです。皆さんありがとうございます。と喜びを爆発させ、河野純喜は、ジャム、ファンネーム、愛してます。 と会場に呼びかけた当日はグランドプライズ大賞ニアエスパほか2つの賞も受賞ニュージーンズワールドベストパフォーマーほか3つの賞を受賞したどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう